はい、皆さんこんにちは、はい、アレクサこんにちは。こんにちは、アレクサ、なんて言えばいいの？と聞いてみてください。いろいろなことができます。今日の動画はバンダイから発売されたガシャポンカマキリを全5種類紹介していきたいと思います。うん、そしてこの5種類の中にレアがね1つ含まれてるみたいなんで、レアはどんなカマキリが出てくるのか開けていきましょう。アレクどれから開けていく？それから開けていくの？うん、いいよ、開けてって。はい、出てきたね。なんか透明パーツばっかりだね。なんかこの透明色ばっかりのレアなんじゃない？オオカマキリの羽化直後色だ。すっごいパーツあるね。組み立てるの大変そう。全部透明だし、パーツに色がついてないからなんか手抜きされてるみたい。羽化直後はこんな色なんだね。じゃあね、組み立てていきましょうね。これ骨格の部分を入れるのめちゃくちゃ硬かったです。これなんだ、これとりあえず足をつけました。じゃあ次はね、前足をつけていきます。これ手じゃないんだね。鎌の部分って前足なんだね。へえ。こんな感じだね。わあ、すっごい。鎌の部分の前足ね、取り付けました。これって手だと思ってたら前足だったんだね。今までずっと手だと思ってました。この段階で結構やばい。めっちゃそっくり。あとは頭つけていきます。これ。すっごいリアル。最後は羽の部分をね、取り付けていきます。完成しました。オオカマキリ羽化直後色ですね。羽化直後のカマキリ見たことないけど、こんな感じの白っぽいんだね。すっごくリアル。これね、取れた。次はどれ開けていく？ビビビ、それ次は何が出てくるかな。2つ目のカプセルから出てきたのが、多分オオカマキリの褐色型腹部通常版が出てきました。じゃあね、組み立てましょう。うん、赤をな、ジブちゃん食べたい。食べろ。いい、頭をつけて完成です。足が折れた。完成しました。2つ目のカプセルの中から出てきたのはオオカマキリの褐色型腹部通常版ですね。めちゃめちゃ目がリアル。怖いぐらいね、目がね、なんかこっち見てるって感じがするんだよね。すごい生きてるみたい。結構足や羽をね、組み立てるの難しいです。はい、こんな感じだね。それではね、3つ目のカプセルはどれを開けていく？いいよ。あ、これはこれね、一目瞭然でオオカマキリの緑色型だね。そしてお腹が大きいということは腹部膨張版だね。めっちゃお腹大きい。それでは組み立てていきましょう。うわ、これも目がリアル。ちょっと怖い。カメレオンみたいな目してる。3つ目のカプセルの中から出てきた腹部膨張版緑色型オオカマキリ完成しました。こんな感じでね、もう大変作るの、ボロ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 ね、外れるから。そして腹部膨張版っていうことだけあってお腹がね少し大きいです。通常のオオカマキリと比べると2倍ぐらいのね大きさがあるね、お腹が。
今のところね、緑色褐色型と、あとね、羽化直後のオオカマキリが出てきたね。それでは4つ目どれ開けていく？それからか。カマキリがハル君に対して怒っとるよ。4つ目のカプセルの中からは腹部通常版のオオカマキリが出てきました。それではね、組み立てていきましょう。はい、4つ目のね、緑色型腹部通常版のオオカマキリ完成しました。こんな感じにね、腹部が通常版のオオカマキリです。腹部比べるとね、こんな感じでね、全然違いますね。イズになってるところ申し訳ないんだけど、最後の5個目のカプセル開けてください。嬉しい。最後は褐色型の腹部膨張版オオカマキリをね、組み立てていきたいと思います。いや、大変だったね、作るの。うん、おいしい。あら、今度これが取れた。ちょっと、こっちが呼ばれる。5つ目の褐色型腹部膨張版オオカマキリ完成しました。通常版のね、オオカマキリと比べるとこれだけね、お腹のサイズが違います。こんな感じだね。はい、といった感じでね、今回はバンダイさんから発売されているガシャポンカマキリをね、全5種類組み立ててみました。この白っぽい羽化直後色なのがレアだと思うんだけど、羽化直後はね、こんな色してるんだね、初めて知りました。そして夏になればね、よく見かけるのが緑色色のね、オオカマキリだと思います。あとはね、褐色型の腹部膨張版と通常版のね、オオカマキリが出てきましたね。ということで、こちらのね、全5種類のオオカマキリ紹介していきました。みんなはね、どのカマキリがね、一番好きだったかな？ハル君はどのカマキリが一番良かった？いらない！残念。ということでね、剣がいいわ。あ、剣がいい？うん。カマキリより剣の方がいいの？うん。あ、そっちの方がいいの？うん。カマキリあんまり好きじゃない？うん。はっきりしてていいね。ハルクはね、虫自体があんまり好きじゃないんでね、オオカマキリも好きじゃないみたいです。ということでね、皆さんもオオカマキリのガシャポン気になった人はぜひね、回してみてください。はい、それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。半分しか顔が見えてない。